DeNA、宗山最有力。DeNA は23日、三浦監督も参加して、スカウト会議を行った。ドラフト1位は非公表だったものの、即、戦力内野手の名大宗山を最有力候補としていると見られる。また、先発陣の補強も急務なことから、即、戦力投手を重点的に指名する方針が予想される。くじ引きは、1年前に3球団競合の末に、渡来を引き当てた、三浦監督の、ゴッドハンドに託す。ドラフト前の、この時期の憶測記事当たったことない。宗山獲得しても来年は森を使えそう。渡来選手は最近、どうしてるのでしょうか？中村の一本釣りと見た。DeNA は金丸か、中村の二択だと思う。森が覚醒始めたし、投手でもいいと思うけどね。そうかな、金丸か中村じゃないの。投手不足は確実ですからね。12球団の中でも最も宗山を必要としていない球団の一つだと思うが、DeNA が宗山を指名すると、強打が FA 流出しちゃう。今年は投手に行きそうな気がするけど、DeNA はわからん。本当ならすげえな。また野手を取るんやな。強打も森もいるんだから投手がいいよ。これは他球団を牽制するための嘘情報の可能性があるな。せっかく森が覚醒し始めてきたのに、腐らすようなことするなよ。どう考えても投手だろ。宗山より投手に行ってくれ。森と石神がいるので不要です。